デカ盛り氏チャンネル。こんにちは、デカ盛り氏です。よく選手から聞かれるのは、なんかいろんな噂言われるんですよ。どちらかなんかギャラが高いとか、まあそういう憶測を流れてるっていうことが、まあ表には出ないですよ。そういうのは。出ないんですけど、実際にそういう声が聞かれるんで、ちょっとまあはっきりしたいなと思って、俺もギャラが高かったとかっていうのは、やっぱすごい嫌やし、僕はその純粋にサッカーしたかっただけで、軽い気持ちでも受けてないし、別にその有名になりたいとか、そんなんじゃなくて、まず、そういう憶測が流れるんだったら、まず交渉しよう。な。待ってるからな。おう！始まりました。デカ盛りチャンネルです。ありがとうございます。今日、来ました皆さん、ウィナーズのこと聞きます。はい、まあ、トラウト行かしてもらって、はい、落選。なんでなんですか？はい、まあまあ、でも、うん、僕の意見まず言っていいですか？あ、もちろんもちろん。いいですか？どうぞどうぞ。あのメンツに僕がいるってことどう思ってました？やりづらかったですか？いや、全然。全然ですか？うん、なんか、やっぱいきなりサッカー選手入ってきて、那須さんやりにくいんじゃないかみたいなっていう説があって、その落選の理由がそれなんじゃないかっていう。はい、落選の理由としては、あの時に、もうある一定の、やっぱその、もう外国籍選手。はい。ぐらいの活躍しないと俺はもう入れないって決めてた。あー、言ったらもうトライアウトでいいプレーしましたの選手はもうダメってことで、あの時僕決めなかったからっすか、ね、そう。あー、だから僕はフォワードは結果だし、そうっすね、はい、だから剥がすとか個人のそういうのもできますもんね。そう、はいはいはい、だその図抜けた才能をもうそこで披露して、もう入れないとダメだよねこの人っていう。はい、でだからそれがフォワードなのかミッドフィルダーなのかディフェンスなのかっていうので、はい、頑張ってる、あと上手い選手だけはもう絶対に、あ、もうそこは、そう、基準値じゃなかった。終わります。おう！いやでもほんまに僕はでも、まあトライアウトの時はまあ2個作った分もあったんですけど、うん、でも、全然入るって感じは全くなかったですね、うん、で、あの琉球戦、うん、で、那須さんも気使ってくれて、うん、まあ前に当てろって言ってくれたし、うん、で僕ってどっちかって自分、まあよく言ってたじゃないですか、那須さんに、うんうん、那須さんきついっすよって、僕もそのどういう風に言っていいか分かんないってもあったし、なんでタカとツートップできなかったんですか？なんかね、だからそこが、はい、今のウィナーズの中で、はい、どこがちょっと補強ポイント、まあ補強ポイントはあった、そうですね、うん、補強ポイントってどこをこう競わせるとかで、もちろんそのフォワードもあったんだけど、うん、やっぱタカ一枚に頼るっていうのも、そういなくなった時がっていうところと、そうですね、はい、あと競わせたいって、まあまあ、そうそうそう、噛みました、うん、競わせたいのもあったから、だからそのある一つの形、その特徴を示してほしかった。そうっすね、そう、特徴、特徴なかったっすか、あの時。あの、もっと、はっきり言ってください、うん、特徴なかったです。あぁだから俺の、そりゃ落ちるわ、求めてた、はいはいはい、わかりますわかります、うん、プレーっていうのはもっと強くて、はい、もっとこう、そう、もうガーンっていけるって感じですね。そうそうそう、はい、もう何もさせないみたいな。もう一回チャンスください。まあまあまあ、でも多分今後、今でも20人か。そうですね。トータルで20人で。で、まあ、那須さん監督じゃないですか。うん、まあ、監督からそう、ほんまに、ほんまに間違ってない。まあ、間違ってるんですか、間違ってないなと思うんですけど。間違ってるかなと思うんですけど。そうそうそう。でも、選手の声が、やっぱり、求める声がやっぱ多かったですね。あー、やっぱりあの、なるほどね、はい。入ってほしかったと。はい。うん、でも、はい。でも僕はウィナーズのメンバーじゃないんですけど、うん、まあ関わらせてもらって、うん、まあ仲良くなって、うん、裏のウィナーズ支えてるんで、うん、で一個もう一回聞きたいんですよ、うん、なぜ決起集会呼ばれないか分かんないんですよ。分かんなくて、あそこ呼ぶべきじゃないですか。そういうのを呼んでくださいよ。ただそれだけで面白くないですか。まあ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 、まあ、うん、それは面白いけど、はい、で、そういうのなんかこれから呼んでほしいなっていうお願いもあって、なるほどなるほど。で僕はそのウィナーズメンバーじゃないですけど、うん、まあ関わらせてもってみんな仲良くしてもらってるんで、雑に扱ってくださいっていう。もし今来れるみたいな、行きますよって感じ。あ、それでいいね。全然全然。まあ、言ったら当時も今も含めてヨシトが、はい、もしにやってるような感じ。そうそうそう、6万持ってこいって持ってきたんで。
なるほどね。はい、だから映らなくていいんですけど、うん、まあ高藤も撮ったりとかして、うんうん、まあ高藤僕ストライカーやってるんで、うん、まあ高のこととかこう見たりとか、うん、別にそのベンチ盛り上げるとかもしてたんで、僕はその、なんていうんですか、プレイヤーとしてはもう引退してたんで、まあ那須さんが求めるとこができなかったって、まあ、できないと思ってたんですよ。うんうん、なんで俺も呼ばれてるんやろっていう感じだったんですけど、うん、まず何ができるかって言ったらメンタリティのとこ、うん、やっぱベンチで盛り上げるとかそういうのはやっぱやったし、影のウィナーズのメンバーとしてちょっと認めてくれないかなと思ってお願いしに来ました、今、うん、今日。はい、いやいや、でもあのね、マキだったり梅だったりも含めてさ、はい、そうですね、今ウィナーズのメンバーとすごく仲良くしてもらってるし、はい、まあ、そこはやっぱ影響、元プロっていう選手で、はい、やっぱ彼らもサッカー系インフルエンサーでさ、元プロの人と関われるって、はい、しかもこんなフランクっていうか、フランクっていうかもうあの超越してるもんね。いや、そうですかね。まあ、調子の世代こんな感じなんで、ね、うん、まあ、でも怖いって言われるんですけど、うん、そんな怖くないんで、うん、はい、でもやっぱりプレーの時はこの出るよ、こうめちゃくちゃムカついてました、僕、うん、どうしたらいいねんっていう、知ってる、はい、でもまあ関わらせてもらっただけでめっちゃありがたいんで、うんうん、まあ、ウィナーズさんもなんかまた再開していくっていうことなんで、はいはい、僕もなんかできることがあったらあの使ってほしいなと思うんで、例えばあの試合の時のライマンとかでもいいんで、なるほど、あれ面白くないですか、あれ森士さんがライマンやってるとかそんな感じ雑に扱ってほしいなと思うんで、なんかあの関わりたいなっていうのがあるんで、うん、まあ、でもあの本当これはもうみんなに言うんですけど、まあ、ウィナーズ入れてくださいとかさ、はい、なんかそういう話とか声聞こえますよね、まあ、ありますよね、うん、聞くんですけど、だから俺の中でも本当に外国籍選手も本当に、はい、すごいやつが、すごいやつ、僕はもう無理ですよ僕はあのウィナーズに入りたいと思い、まあドーピングしようかなあ、いやでもあの関わらせてもらっただけで嬉しいんで、いやいやいや、 なんかでね、うん、本当にそうね、はい、なんかで、うん、だからなぜか LINE グループに俺もおるみたいな、なんかね、なんかおったら面白いじゃないですか雑にね、雑に、はい、雑にあのいい意味でね、はい、うん、まあでも那須さんのチャンネルでもそうですけど、ね、うん、引退後、うん、一番成功してるって僕思ってて、本当にすごいなと思ってて、栄光の概念があれやけどさ、いやいや、でもほんまにすごいなと思いました。今日もなんかすごいエロい部屋に来てるんで、エロい部屋、はい、都内某所で、はい、でもなんか本当にウィナーズのこと、ウィナーズをが好き、ウィナーズを応援したいって思いますし、うん、そのガチガチのサッカーなんで、うん、ほんまにレベル高いじゃないですか、うん、だから7月1日のリベンジャーズ戦もなぜか見に行こうかなと思ってるんですけど、うんうん、まあ、ちょっと交通費とかもあるんでちょっとそのだもうだ本当になんかみんなお金とかって言われたっすけど、うん、もうお金じゃなくて、うん、なんか本当にサッカーしたかっただけなんで、うん、まあ、そこまで関わらせてもらって本当にありがとうございますっていうのと、ブレイキングダウンいつしますかっていうあれはちょっと難しかった、そうですね、まあでも雑やったっすね、あれもね、まあでもああいう感じで扱ってほしいなと思うんで、ね、はい、うん、ぜひぜひお願いします、ぜひぜひ、はい、これからもお願いします、お願いします、こんな感じであのウィナーズ監督2代目監督になるかもしれないんで、はい、だからウィナーズも調子の世代ジャックしようかなと思ってるんでいやでもほんま今日ありがとうございます。こちらこそ、はい。もう那須さんのチャンネル概要欄、まあもうは貼らないんで、もう、まあ、貼らないっす。もうあのもう貼らないっす、もう知ってるんで、はい、貼っとくんで、あのチャンネル登録とかいいねお願いします。本当によろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。